皆さん、こんにちは。今日、バングラデシュのリクシャについて話します。リクシャはバングラデシュで有名な交通手段です。リクシャは安いですから、バングラデシュでみんな使っています。リクシャは広い道でも狭い道でも行くことができます。これはリクシャです。リクシャは自転車と同じです。でも、リクシャで3つ車輪があります。前にベルがあります。これはドライバーのシートです。これは乗客のシートです。リクシャのドライバーはベンガル語でママというと言って呼ばれています。ママ。さよなら。さよなら。また明日。入りているとき、このモードを使えます。このシートで二人座ることができます。でも、時々三人も座ることができます。リクシャに乗ることは面白いです。バングラデシュに行って乗ってください。ありがとうございました。